本日は離婚していたことが明らかになったタレントの阿比留優と格闘家の犀賀喜左衛門、長女の親権は元夫の犀賀にあることが判明したが、実際に育児をどちらが行うのかに関して双方の主張が異なり、泥仕合の様相を呈し始めている中、犀賀が真実をお話ししますと経緯を語ったことやネットの反応まとめを紹介していきます。離婚が報じられた後の生活について、犀賀は離婚前と変わらず娘と一緒に暮らしています。自分たちのことで世間を騒がせてしまったことについて謝りたいと思いますと返答。その上で犀賀さんは親権にこだわる理由として、阿比留さんの酒癖の悪さを挙げていますね。もちろん365日毎日飲み歩いていたわけではありません。週 2,3 日の時もあれば5日連続の週もあったりという感じです。今年の4月には3歳の娘を連れて夜遅くに飲みに出かけていたことを共通の知人から教えてもらって、すぐに自宅に戻ってとお願いしました。すると優は一旦自宅に戻った後、娘を残してまた飲みに出かけたんです。その他にも深夜にお酒に酔った状態で帰宅して寝ていた僕や娘が起きてしまうことも頻繁にありました。そうした状況で娘を優に預けることは絶対にできません。酒の問題が解決すれば阿比留も共に娘を育てる可能性があるのかを問われた犀賀は、その可能性を肯定しつつ、何年も続いている悪癖がすぐに治るとは思えませんし、何度僕がお願いしても娘が生まれても改善しなかったので、口約束だけでは到底信じることはできません。たとえ断酒を決意したとしても、しばらくは優と娘を二人きりはさせたくありませんと気持ちを語った。この発言にネットでは、やっぱり酒癖が悪いんだね、娘が本当にかわいそう、やばいなマジで、といった声が上がっている。今回の報道、皆さんはどのように感じましたか？皆さんの意見や感想をコメント欄に記載して、みんなで盛り上がりましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。